こんにちは。今日は2021年9月の26日です。本日はですね、お掃除会というものにね、参加してきました。で、以前、まあ、前回ね、参加したのは高宮町だったんですけれども、今日はですね、八千代町のゆずり葉農道の清掃活動をしてまいりました。いやいや、取れますよ、これね。ブレずに。いやいや、まあ、多少はブレますけど。はい、これからね、仕分け作業をします。はい、ああいった感じでね、清掃活動をしてきました。まあ、せっかくね、八千代町に来ましたので、八千代町で喋って帰りたいなと思いましたので、ハジタムにね、寄って、ここで喋っております。髪もね、ちょっと帽子かぶってたのですごいなぁ、まあまあ許してください。はい、やっぱりね、お掃除会ね、まあ、参加するのは2回目です。で、まあ、今日はですね、南沢議員も一緒にと言いますか、そもそもね、このお掃除会に誘っていただいたというかね、声かけてくれたのが、まあ、南沢議員です。んで、今日はまあ一緒に清掃活動をしました。で、今日はね、ペットボトルが空き缶とかも確かに捨ててあるんですけれども、やはりなんかビニールゴミ多かったなというのが僕の印象です。やっぱりね、その同じ秋田方市内でね、こういったところがあるっていうのをね、目の当たりにするのは非常に悲しい気持ちになりました。なんとかね、そのゴミを捨てられないというかね、そういったことが起こらないような環境づくりっていうのも大事なのかもしれないんですけれども、やっぱりまあ一人一人のね、モラルをどうするのかというかね、そういったゴミを捨てなければああいったことは起きませんので、不法投棄はね、やめていただきたいなと思います。はい、議会の方なんですけれども、金曜日にはですね、予算決算常任委員会がありました。なかなかね、まあ、初めての審査、まあ、2日間にわたってあったんですけれども、質疑が難しいなというのを感じました。というのがですね、令和2年度の決算なので、まあ、その決算令和2年度の決算について、質疑をしなければならないということなんですけれども、どうもね、今起こったことであるとか、そういったことをちょっと聞いてしまったりとかね、そういったことがありました。具体的に言いますと、まあ、消防のね、質問のところでですね、まあ、今年、まあ、先月起こった、ね、災害について消防の方で、装備品で足らないものは何かあるのかというね、質問をさせていただきました。これはですね、ちょっと布石の質問だったんですけれども、まあその後にですね、まあ西浦に作られる、これは新聞等でご覧になられた方もあると思うんですが、西浦にね、作られる訓練場に、まあ今回の災害をどういうふうに活かすのかという質問がしたくて、まあその質問をさせていただいたんですけれども、
でもよくよく考えたら、この8月に起こった災害についての質問ということになってしまうんですね。となると、決算審査には関係ないじゃんという、というね。だから僕はだから1段階目の最初の装備品があって、それをまあ、訓練場をどうするのかで、訓練場をどうするかは、2年度の決算には関係してくるんですけども、質問としては最初にした装備品については、ちょっと風がすごいですね。質問がずれてしまってるということになってしまうので、あれをどうまとめればよかったのかなって、後からまあ反省といいますか、今後に生かせたらなという感じでした。はい、いや風すごいですね。多分マイクがお許しください。で、その後ですね、午後から、まあ、2時半ぐらいからですね、議会運営委員会の方を傍聴させていただきました。でですね、議会運営委員会なんですけども、ちょっと議員になりたての頃にですね、まあ、いろんな委員会やっぱり勉強のために傍聴したいなという思いがありまして、議会運営委員会の方も傍聴したいんですけれどもということを、まあ、いろんな議員さんに聞いたらですね、議会運営委員会は傍聴できないというお答えをいただいておりました。なので、できないもんだと思ってたんですよね。そしたらですね、議会基本条例には議会運営委員会も傍聴できるというふうに書いてありまして、先日の全員協議会で、どうなんだというね、ことをちょっと聞いてみまして、そしたら傍聴はできるんだということでした。で、今までですね、議会運営委員会が、まあ、使ってた会議室が若干狭いというね、ということがあって、特に今コロナ禍で傍聴する席を用意できないから、まあ、傍聴できないということだったので、だから僕はちょっとですね、議会運営委員会そのものが傍聴できないということを勘違いしておりました。で、今回はですね、ちょっと広い委員会室になったので、その傍聴できるスペースも取れるということで傍聴できたということです。はい、まあ、今後もね、いろんなそういったものも傍聴できたらなと思っております。で、議会運営委員会に関して、まあ、一般の方もまあ傍聴はできるんですけれども、例えばですね、議案がやっぱり、出される前に、前段階で議会運営委員会で話されるというねことがあったりするので、そういったものをいわゆる前もってですね、一般の方に見ていただくということはできませんので、そういった場合はですね、傍聴を断られることがあるということでした。ですからね、まあ、その辺は議会事務局の方に問い合わせていただいたら、わかるんじゃないかなと思います。はい、その後ですね、まあ、そこでね、議会運営委員会で話し合われたことなんですけれども、実はその前に、まあ、先日ですね、産業構成常任委員会っていうのがあって、まあ、もちろん私もそこの委員なので出席したんですけれども、で、議案審査しました。で、議会運営委員会ですね、まあ、新聞もね、昨日でしたかね、出てましたね、議案書にミスがあったという、ことでした。はい。いや、こんなことってあるんだな。まあ、ある、まあ、あってはいけないんでしょうけれども、まあ、私もちょっと気づかなかったんですが、なんていうかな。その、審査する資料そのものは、揃ってるんですよ。揃ってるんですけども、例えば、1ページから5ページ、1から5あって、そのうち議案が3ページです。で、残りの2つが、説明資料ですっていうのが本来あるべき姿だったんですが、今回ですね、議案として出されたのが1です。で、2から4は、説明資料についてしまったんです。要はこの、2、3番ですね。これが本来議案書につかないといけないものが説明資料の方についてしまってたと。ただでも5枚は全部揃ってるので、審査そのものはちゃんとできたんですけれども、ただ今後のですね、ことにもありますし、議案書、まあ、議案が可決されるとですね、議案書は保存されるんですけれども、説明資料は保存されません。つまり、本来だったら、5個あるうちの3、保
保存されて、2は保存されないんですけれども、今回、一応5全部見たとはいえ、これが可決された場合、1しか保存されないんですよ。となると、僕らはその審議の中で5を見ましたけども、今後ですね、過去の議案を見たいって言った時に、この1しか見れないので、2、3、4、5がね、わかんないという事態が起きるので、これはダメだろうということで、もう一度審議をやり直すということが決まりました。いや、なかなか、その議案書の見方といいますか、まあそうね、でも1から5あるものが5出てるので、審査そのものに不備があったというわけではないんですけれども、まあそういったことが起こってしまったので、最終日ですね、にやり直しと、もう一度産業構成上委員会が開かれるという流れになりました。はい。まあそういった感じでね、9月定例会もね、もうちょっとなんですけれども、しっかり頑張っていきたいと思います。長々と喋ってね、ちょっと風でね、音声が聞き取りづらいところがあるかもしれませんが、お許しいただけたらと思います。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。